琉球大学は沖縄県中上郡西原町朝千原一番地に本部を置く日本の国立大学である。1950年に設置された。大学の略称は琉大。沖縄県に所在する唯一の国立大学で日本最南端かつ最西端の総合大学である。1950年代の琉球大学1960年代の 琉球大学琉球大学琉球大学開学時は、那覇首里の首里場跡に設置されていたが、同場所で、首里場再現のための工事が始まったため、1977年から1984年にかけて、現在の場所に移転された。移転後に、キャンパスは解体され、グラウンドは沖縄県立芸術大学に譲渡された。現在、 千原キャンパスと上原キャンパスの2キャンパスとなっており、敷地は西原町、中城区村、宜野安市の3市町村にまたがっている。2つのキャンパスの総面積は約126万平方メートルで、東京ドーム約27個分の敷地面積である。西原キャンパスに関しては112万平方メートルで、 単一の国公立大学としては、九州大学糸キャンパス、筑波大学筑波キャンパス、広島大学東広島キャンパスに次ぎ、全国4番目の広さである。沖縄県中上郡西原町はざ千原一番地、千原キャンパスの中央に千原地があり、この池を境に南北に学部が配置されている。千原地の東、南側に国際地域創造学部、 人文社会学部、教育学部、理学部、大学事務局、中央政教などが、北側に農学部、工学部、北食堂、千原寮などがある。比較的女子学生が多い国際地域創造学部や人文社会学部、教育学部などの学生は、中央政教に集まることが多く、中央政教は、千原キャンパスにおける中心的な機能を担っている。一方、 工学部や農学部は中央正教から500メートルほど離れており、しかも千原池をまたぐ玉日橋を渡る必要があるため、中央正教ではなく北食堂に集まることが多い。食堂、勾配等の正教施設は千原キャンパスの北側にも設置されているため、専門科目が多くなる高年児の工学部や農学部の学生はほとんど、 中央西京方面に足を運ばなくなる傾向がある。千原キャンパス構内には、環状の片側1車線道路が整備され、3つある、郊外との出入り口及び付属小中学校前、保健管理センター前の合計5カ所に信号機が設置されている。キャンパスは、那覇中心街から離れた場所にあり、かつ公共交通機関がバスのみであるため1月時点。 路線バスは北口に7系統、東口に3系統、多くの教職員、学生が自動車や原付きバイクなどで通勤、通学している。自動車の駐車スペースを確保するため入校許可制を取っており、入校証を自動車の見える場所に提示することによって、入校の許可、不許可を判断することになっている。なお、原則として、片道 2km 以内の通勤、 通学者には入校証は発行されない。入校証がない場合、校門主営において入校を拒否される。郊外との出入り口は、千原キャンパスの敷地がまたがる三つの市町村に各々設置されており、宜の湾市の北口、西原町の南口、中城村の東口があるが、すべてが正門とされている。しかし夜間や休日には、南口と東口は閉門されるものの、 北口は路線バスの乗り入れもあり開門されている。なお、大学本部は西原町の地盤に所在しているため、大学の住所は西原町となっている。また、東口側に教育学部付属の琉球大学、教育学部付属小学校と琉球大学、教育学部付属中学校がある。 沖縄県中上郡西原町和座上原207番地キャンパスの名称は異なっているが、千原キャンパスからは住宅地を挟んでいるものの、わずか230メートルしか離れていない。付属図書館21世紀 COE プログラムには1件が採択されている。千原料入口。この他に、留大北口警備室横にベッド、車両通行口がある。 表札の左側にはバスの流大北口駐車場がある。窓口として地域連携企画室や研究推進機構を設けている。具体的な産学間連携の事例としてはオリオンビールと国連持続可能な開発目標実現への連携協定を締結するなどしている。留学や研究で交流協定を結んでいる海外の大学、機関が 大学環境亭では84、部局環境亭では42ある。一般道経由高速バスキャンパス付近を通る沖縄自動車道場に流大入り口バス停が設けられており、道道路経由の高速バスが停車する。ありがとうございます。